後を追うって言ってたから、おいたいたいた、これバレていいのかな、ダメか、北条ってやつかね、あいつの後を階段を上がって、でも67階自由に出入りできるキーカード持ってないな、うち一応追ってみる。おいたいた、はい。で、今のうちクラウドさん。クラウドさん、行っちゃえ。入れ、入れ、入れ。クラウドさん、遅い、遅い、遅い。思い出したぜ。あの北条ってやつ、シンラの科学部門の責任者だ。クラウド、知らねえのか？実際に見るのは初めてだ。そうか、あいつが。一応知ってはいたのか。あ、普通に入れた。普通に入れたんですけど、まずこっちから見よう。こんにちは、こんにちは。わー、相手してくれない、驚かないのかな。こんにちは、誰も相手してくれないよ。わー、あっちに行った。ここは、こんにちは。さて、北条さんに頼まれたサンプルはと。ピアリスちゃんいないなぁ。あ、あっちにセーブポイントがある。行きてー。しょうがないから北条追うか。こんにちは。あ、あれ、レッドさんじゃん。レッドさん。いるなぁ。お、社員か？今日の実験サンプルはそいつですか？そうだ、すぐ実験に取り掛かる。上の階にあげてくれ。レッドさん大丈夫？かわいいサンプルよ。うーん、よしよしされてる。キモい。あれ違うかな？レッドさんじゃないか、あれ。あ、出ていった。あ、ほら、レッドさんだよ、多分。こっち向いて、レッドさん。ティマちゃん大丈夫？近づいて。かわいいサンプルよっか。生物実験に使われるのかな？そうじゃない？どうした、クラウドさん。あ？あ？ジェノバだって。なんか思い出した。うおー、なんか一瞬感じた。うおー、金言ってる、金言ってる。いたたたたたた、なんだなんだ、クラウドさん大丈夫？なんだろう。ジェノバ、セフィロスの、そうか、ここに運んだのか。おー、セフィロスの、セフィロスのだって。クラウドしっかりして、見たか。何を？動いてる。生きてる？え？あれ生きてんの？ジェノバって。いや、生きてるか。なんだいこの首なしは。ケイ、バカバカしい。さっさと行こうぜ。すごいな、バレット。そん中にいんのか。見たい見たい見たい。うちも見たい。クラウドさん、うちも見たい。ここにいんのか、ジェノバ。セフィロスのってなんだろう。でもリメイクでは母さんって言ってたんだよな。セフィロスのお母さんっていうことでいいのか。レッドさん？レッドさん？おはようございます。ここにジェノバがいるんだね。後でどうなるかな。北条は上に行ったから、エレベーター乗ってみる？あ、ここの宝箱はね、毒のマテリアが入ってました。最近マテリアも増えてきて装備しきれない。嬉しい悩みだな。あ、エアリスちゃんがいる。エアリス、エアリス、あ、この娘の名前だったな。何か用か。北条、エアリスを返してもらおう。返せ。部外者だな。最初に気づけよ。世の中にはどうでもいいことが多いのでな。
私を殺そうというのか。それはやめた方がいいな。ここの装置はデリケートだ。私がいなくなったら操作できまい。ん？く大丈夫そうじゃない？いなくても。そうそう、こういう時こそ論理的思考によって行動することをおすすめするよ。さあ、サンプルを投入しろ。実験始まっちゃうよ。何されんの、エアリスちゃん、やめて。うわ、いる。あ、レッドさんじゃん。レッドさんが相手なら大丈夫じゃない？あ、でもちょっと危ないかも。大丈夫？エアリスちゃん。あ、レッドさん、なんか、ウヒーってなってる。フラウド、助けて。何をする気だ。滅びゆく種族に愛の手を。どちらも絶滅間近だ。私が手を貸さないとこの種の生物は滅んでしまうからな。あ、交尾させようっていうつもりだ、多分。生物？ひどいわ。エアリスは人間なのよ。え？ティファちゃん、それは他の生物に失礼だよ。人間も生物だよ。許せねえ。パレット、なんとかならないのか？下がってろ。やめろ。あ、危ない、危ない、危ない。撃ったよ。論理的思考は？なんていうことだ、大事なサンプルが。危ないよ、北条。あ、普通に開いたし。わー、レッドさん、噛みつかれた。そのまま殺されんじゃない？今のうちにアリスを。わー、救出成功だよ。ありがとう、クラウド。わ、王子だな、クラウドさん。かっこいいんですけど。あ？なんかブーンって音鳴ってる。どうしたの、クラウド。エレベーターが動いている。今度はこんな半端なやつではないぞ。もっと凶暴なサンプルだ。あいつは少々手強い。私の力を貸してやる。お？喋った？あ？今レッドさんが喋ったんじゃない？後でいくらでも喋ってやるよ、お嬢さん。レッドさん、レッドさん出たー。あの化け物は俺たちが片付ける。誰かエアリス安全な場所へ。なんじゃと？こんな選択肢。ティファ頼んだぞ。バレット頼む。どっちにすればいいの？これティファちゃんに頼むとティファちゃんの好感度上がるのかな。でも頼まない方が一緒にバトルできるから好感度上がる可能性もあるよね。いや、ちょっとまだ女同士気まずいからバレットにしとく。お前の名前は？北条、北条は私をレッドサーティーンと名付けた。私にとっては無意味な名前だ。好きなように呼んでくれ。あれ、サーティーンで読み方合ってんだっけ？ねえ、レッド13とか。うわー、え、この人も選べんじゃん。え、バトルできんのかな？操作できるってこと？うわー、マジか。嬉しい。さ、かかってこい。あ、バトルか。なんかレッドさんリメイクよりも可愛くない。あ、なんだ、怪しい息。あ、リミット技いきなり使える。スレッドファングやる。奥の敵選べない。どうやって選ぶの？あれ、奥の敵選べない。奥の敵どうやって選ぶの？しょうがない。あれ、ティファちゃん毒になった。やばいか？また怪しい息された。それ毒攻撃？あー、やばい、なんか毒々しいことになってる。あー、見破るすんの忘れてた。見破るするか。一人倒したな。ティファちゃん盗んでみる？あ、レッドさん見破るできんじゃん。生かすぜ、レッドさん。何も持ってない。レベル7。あ、サンプルの見破るしかできなかったな。奥の敵見破りたい。うわ、ていうか復活してんじゃん、あいつ。奥の敵どうやって倒すの？
あ、そっか。多分これ魔法じゃないと届かないわ。魔法すればいいんじゃん。ほらほらほら、頭いいわ。はい、あー、あ、でももう倒せんじゃない。あ、やったね、楽勝楽勝。分かってきたな、見破るの仕様が。タリスマゲットだ。いいね、倒したぞ。ピアリス大丈夫か。大丈夫みたいよ、いろんな意味でね。よかった、私にも選ぶ権利がある。日本足は好みじゃない。え、そうなの。レッドさん、やっぱり元人間じゃなかったんだ、レッドさん。へえ、やっぱ変異種なんじゃないかな。お前なんだ。興味深い問いだ。しかしその問いは答えがたいな。私は見ての通りこういう存在だ。